わわわわわわ、過去の水篠くんが、やばいな、スケール感がえぐ、ネクロマンサー本当にやらせてみたいだな。反応してくれ、影の空手だぜ。こっちは来たんじゃない、来た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 。アニメラクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのは俺だけレベルアップな剣第12話見ていこうと思います。はい、というわけで始まりました2024年冬アニメということで俺レベ見てきたわけなんですけれども、さあ今回で最終回でございますということで、まあじっくりじっくり進んできてはいるものの、まあどん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 レベルアップはしていて、まあタイトル通り俺だけレベルアップな剣みたいな感じになっているわけではあるわけなんですけれども、どうなんでしょうね、どこで着地するんでしょうね。なんかカナン島の話だったり転職クエストだったりうんぬんかんぬんうんぬんかんぬんジョブクエジョブクエわわわみたいな感じにはなってはいるものの、まあそこがなんかたどり着く、なんかそれを超えて水篠くんがたどり着く場所ってどこなのっていうところが非常に気になるところである。特にやっぱり戦闘面に関しては前回もう多分出し切っちゃったと思うから、今回2期とか3期につながっていく流れを描くのかどうなのか、いろいろ注目していこうと思います。それでは見ていきましょう。よーいスタート、レッツゴー。さてそうだ、絶対ここをどう越えるかだ。でもここ越えた先に何があるんだマジで。うーん、落としちゃったよ。さあ、うーん、限界だマジで。でもやるしかない、やべえマジ限界ギリギリドライバーズ。わわわ動くな今回も、まだ戦闘やる。はあ、うわ剥がれてるよ。いやマジで限界だろこれ。やばいやばいやばい、なんだなんだ、おっ誰だ、やばいやばいやばい、過去の自分、天淵さん、水木さん、やばい、幻影が、弱い頃の自分が、What?失礼、めちゃくちゃ気温が高え。Let's get it。 さあラスト、さあ、どう着する気だ。もうでも過去の自分を完全に払拭する回っぽいな、これ。転職クエスト。ナイトになるの、謙虚なナイト。結局そこだよね、気になるところは。あてし?あたくしが気になるところはそこなのでしばよ。Gonna get you, gonna get up. Gonna get you. Gonna, gonna do it.Not alone. Whoa. Whoa. Power. Let's get it. OK, 俺だけレベルアップだけ、ソロレベリング、Let's go.
考えてた。うわ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 、過去の水篠くんが、いや後ろ、きやべえ、同じ、神に殺されたと、やべ、ペナルティ、あ、ペナルティ、ペナルティに飛ばされる、結合よく来てくれた。さあムカデと戦う、あれだよね、ムカデのいた砂漠、でもこんな限界ギリギリな状態で、いやもう剥がれてる、超痛そう、うん、なんとかポーションで、お、マジか、ムカデやる、あーでもオレンジだ、わお、まあヒロードが大丈夫なら、まああとは受けなきゃいいだけだからな、わお、すごいな、ようやりますわマジで。待って、帰ってきてない、朝3時40分レベルアップ、なんとか回復、装備ストーンアックスな、ナイトキラー、わお、特攻持ち、うん、さて、わお、目が、支配者の手、うん、ウィザーフレーズに、ああ、え、強っ、神の見えざる手じゃん、でかすぎるとダメなんだ、あ、こっから伸ばしたのとかそういうこと、
さあ体勢を整えて戻る。さあ増えてる。さあカナン島メンバーすごいオシャだな、みんな衣装が。あら、そうなの？うん。なんだ？船？さあ、通ってる。無限湧き？操ってる？なるほど。わお、うわ、すごい力ぶち抜いた。わお、案外あっさりしてんね。まだいる、まだいる、まだいる。でもこの動きよ、強い。このルーン石支配者の手、いや強い。このスキル、わお、ひたすら進んでく。わお、握りつぶす。わわわ、でも倒していけば減っていくぞ、多分。ゲートが減るわけだろう。いいね。協力してる。なんだ？わお、ゴーレムにする気だ。わお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 、すごいわマジで。シャンデリア落とす。さあ間に合わないぞ。集まって。この手は抜けてる。早い。3人早技。まだ来てる。うわ、ぶっ壊す。やばいな、スケール感がえぐ。わあ、すっごい水篠くんは必死だったんだけど、見てる分にはめちゃめちゃ気持ちいいな。爽快すぎるでしょ。さあ4時間半クリア。ジョブチェニクエスト、ジョブクエクリア。職業、うん、与える。死神の息遣い。わお、人殺しまくったからそういうあれだ。啓蒙上がりすぎだ。亡霊を呼び寄せます。ネクロマンサーになるってこと？違うね。亡者の君シャドウアーミー、やっと字幕が来たな。てか「ネクロマンサー」。はあ。
アクセプト拒否できんの？選べるんじゃない？別のジョブになるまで。うん。隠し職業ですけどいいんですか？本当にやらせみたいだな。すごい、ついてくるついてくる。うん。うん。これしかないんだ。見せてたわけだ。うん。ああ、確かに。軍を。そうね。ただ一人じゃなくなるね。そう考えたら。限界が超えられるようになる。なんか、人の何？手を借りることができるというか。手の届かなかった場所にも手を届かすことができるかもしれない。物理的に？お？さあ、決定。ボーナスポイント。アワード、報酬がある。オールザエネミーズ。昇級？すごいな、演出が。わお、だからオープニングで手伸ばしてたのって、これか。この能力だ。多分。お？わお、なんか黒いのまとってるよ。影の君主。いきなり昇級？うん。さて。わお。命令語。あ、呪文？起きろ。わお。アライズ、あー、オッケー。それで影が起き上がるんだ。影の軍勢が完全にワンマンアーミーになっちゃうね。うん。保管？え、ついよ！はあ。強くね？ってか。イグリッドみたいな影がいっぱいできる。え、強くね？てか、イグリッドもなんかありそうだな。お？はあ。イグリッド。起こせる？
ダメか。失敗する。うわぁ、運か。仲間にできるかどうか。こっちの技量にもよるんだろうな。レベルが高かったら、ダメか。大丈夫。ラストはいける。ん？うん。はいはい。ああ、俺が王になる。君主。反応してくれ。影の君主だぜ、こっちは。来た。来たんじゃない？来た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 。来た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 、サンブラック。おう。抽出完了。わお、かっこよすぎないか。わお、うん、イグリッド、かっこいい。やば。これ多分レベルが上がればもっと増えるんだろう。うわ、目が。よろしく頼む。じゃあまず代わりに保護者面談に行ってくれないか、イグリッド。妹の保護者面談に頼む。俺はレベルを上げているから。それか俺の代わりにレベリングをしといてくれ。うわぁ、マジか。超楽しみだね。これで終わりってか。でも見たら12話構成だったんだよな。この感じだと2期ありそうだね。分割スクールかな。いや、マジでワクワクしてきたんだけど。早く見たい、イグリッドが戦うところ。味方として。でも殺した死者の魂を呼び起こせるってことだから、今まで、てか、殺すのに理由ができたな。てか、メリットができてしまったな。生きる以外のメリットができた。こいつを殺せば、刺激できるかもしれないっていう。そっちに誘導してるっぽい雰囲気もあるよね、でもね。人手なしに、しようとしてる可能性がある、優しい水篠くんを。いや、危ないところだった。でも、かなりシステムは気に入ってるね。すっごい唾飛んだ。ごめん。かなり気に入ってるね。なーい。ソロレベリング。レッツゴー。お？まだ？カナン島攻略。俺たちのカナン島はこれからだ。お？何？あ？え？何？進化。閉じちゃった。はい、というわけで見終わったわけなんですけれども、いいですね。めちゃくちゃいい。マジであっち、本当に。いや、前回で出し切ってなかったですね。まだ熱くなれたよ、僕は。心がみたいな感じになってしまったわけなんですけれども、いや、めちゃくちゃテンション上がったわ、マジで。いや、だって前回で正直出し切ったと思ったよ。で、今回はおとなしめにやって、まあなんか次につなげる話なのかなって思ったりしたんだけど、今回でまたギアをグッて上げてきて、さらに言えば予想とは違う方向の覚醒に走って、いや、イグリッド仲間マジやばくねみたいな。
いやこれさ、連載とか漫画で読んでたらマジで毎週熱いだろうね。え、ここでイグリッドの仲間になるのクソ熱くねみたいな、多分そういう展開がこれからも来ると思うんだよ。あー、いやでもなんかちょっと下道への道を若干走らされつつあるわけだよね。殺しに理由ができてしまったわけじゃん。自分の身を守るため、正当防衛のため、自分の命のために、人を殺すっていうことが許されていたけど、もうやっぱり許す理由にね、こいつを仲間にできれば俺はもっと強くなれるぜっていう、なんか力への渇望を駆り立てるような流れを作ろうとしてるよね。力が必要、もっともっと力が必要なんだって思わせるように誘導しながら、欲しい時にポンと与える。そこで、うわ、すごい強くなれたぞ、やばいぜ、みたいな感じになり、その強くなる過程において、人が死んだりとか、そういうなんか、ね、それこそ試合の格壺というか、ネクロマンサーだったりだとか、いやでもこれマジで楽しみになってくるな。今回でやっと字幕がついてとても嬉しかったです。はい、途中しかつかなかったけどね、っていうところであるわけなんですけど、ネクロマンサー、くさっちいな、マジで。死者への渇望。死が取り巻いているぞ、というところで、まあなんか、そういう条件を拾ったのかなとも思ったけど、まあ多分あの神がもう完全に水しの国に執着してる説はあるんだよね。だから、一般化されて、この人の場合はこうなっていたかもしれないみたいな、そういうパターンがあるわけじゃなくて、もうどうやって神が、この何、システムを通して水しの君を人手なしにしていこうかっていう、そういう多分実験をしている可能性があるよね。遠くで見ているのかもしれない。人間というのは面白い。どん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 壊れていく。力への渇望。力を与えるだけでここまで狂っていくのか、面白い面白いになっていくのかもしれない。いや、でも今回で終わりはないよな。多分2クールあるよね。多分文化2クールかなんかだよね。多分ね。進化してるぞって終わったら、まあそれはそれでね、まあなしはないと思う。面白いから。これで終わりで、しかも続きなしみたいな。逆に新しいみたいな。まあね、得てしてそういうことはあるわけだからね、アニメってね。全然ありえるから、まあ2クールなかったとしても面白いなっていうところであるわけなんですけど、いや、マジでいいわ。めちゃくちゃ、ね、めちゃくちゃいい。いや、てか、やっぱり想定外なところがいいよな。なんか、想像させない感じ？なんか、頭の中でこうなって強くなっていくんだろうな、じゃなくて、ネクロマンサーとして開花して、影の君主になっていく。で、多分、その影の君主としてのレベルが上がっていけば、多分、もっともっと軍勢を率いることができる。で、何をしようとしてるかだよね。こんだけ軍勢を率いて王として、こうなんか盤石な地位を築かせようとして、その先に水しの君をどうしたいのかっていうところが、まあシステム面では気になるところではあるよね。国家転覆をさせたいのか、人を征服させたいのかっていうところもあるわけじゃん。水しの君を通して人を殺すように誘導することによって、人類の敵へと仕立て上げて、まあやっぱり人類を淘汰しにかかっている可能性もあるし、もうなんならあの神みたいな存在が人類の味方だとしたら、水しの君を敵として仕立て上げることにより、水しの君を討伐することで世界を一つにまとめる、ある種のゼロレクイエム。水しの君はその知らず知らずのうちに、その力にどん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 誘導させられ続けているよっていう流れが出来上がってきてるのかなっていうところではあるので、いや非常に予想が困難、予想が困難ってわけではないんだけど、ただ予想したところでその通り物語が進むかと言われたらそういうわけじゃないのが、もう絶妙にいい塩梅で攻めてきますね。なんか少年心をくすぐるなっていうこの感じがマジでたまらないので、いやちょっと次回以降またどうなるのかワクワクしながら追いかけていきたいなっていうふうに思いますので、ぜひと、あ、次回以降ねえじゃん。もういつもの流れで次回があると思っちゃった。もう閉じてたもん、ウィンドウがムニュンって。おい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 、でもなんか続きあったら見たい。マジで文化2クールだってほしいな。マジでちょっと見たいわ。ちょっとある程度なんかまだ収まりがさついてないじゃないですか。カナン島の進化の件もそうだし、諸菱建設のね件もそうだし、ある種やっぱりイグリッドを試すとこまで行きたいな。イグリッドがさ、やっぱり水しの君のために戦うところ見たいし、なんなら水しの君とコンビでなんかダンジョンというかレイドを攻略するところが見たいよ僕は。いや非常に気になる終わり方したな。マジで超良かったのにね。マジでワクワクしながら、めちゃめちゃゾクゾクワクワク。この戦闘の部分も熱いじゃん。あの魔法使い3人倒すぜってところとかもマジで演出がかっこよくて半端ないなって思ったから、ちょっと楽しみにしちゃっていいですか。なんか多分作ってる気がする僕は。まだ多分分割2クールとも言えないくらい、まだ多分目処が立ってないんじゃないかなっていう風に思う。もしかしたら秋ぐらいに、2期が始まってしまったりするのかもしれないというところで、まあどうなるかわからないけれどもね、続報を待ちながらいろいろと楽しみにしていきたいと思います。以上、俺だけレベルアップな剣第12話でした。バイバイ。